お疲れ様です、ラットです。そしてどうもドンズルです、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでドンズルさんコラボです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お腹すきました。お腹すきたっ今日ははい、もうです。あ、今日も、はい、早速やっていきたいと思います。すげーねー、すぐラッツさん僕をいじめたがるんでね、サンドバッグで、はい、ちょっとね、やんないとやんないと視聴者さんがもうやれって言って、はい、やれって言ってるんですか、はい、いやこれラッツチャンネル視聴者さん怖いっすよ、本当に、はい、もうこの前も僕になんかキングタワーにロケット打って喜んでたでしょそのなんかもう、ね、はい、でもキングにロケ優しいなってなったんですよキングロケットで僕確か負けましたもんね。はい、なんでおかしい、はい、ロケットも今日もやりたいんですけど、今日もロケット、はい、レベルを上げていきたい。レベルを上げる、どういうことですか、キングロケ以上、はい、はい、一発や物足らんとじゃあもっと打てばいいんだろうと、はい、ということで、1試合の間に3回しばろけをね、3回しばろけやります。あ、じゃあ今回キングではなく、あ、もうキングだ、ちょっとわかりました、わかりました。芝にロケットを3発、はい、やっぱりさ、打つ。あ、1試合の間に。もし、はい、例えばそこにスケルトンが当たってしまったら、それは、まあ、芝ロケじゃないです。芝ロケじゃないです。オッケーです、オッケーです。最低っすね、それは。GG に打たないと、はい、僕、スケルトンをさっと差し込む可能性ありますから、はい。オッケーです、はい。僕ね、これの必勝法を編み出しました。3回打つんですよね。早っ。いや、もう、必勝法です。これしかない。お願いいたします。まだ、あ、初手これなんですよね、それが。いや。あ、そっか。ロケット、まあでもどのタイミングで打ってもいいですよね。はい、どのタイミングで打ってもいい、オッケー。よしよし。いつでも来てください。さあ来ました。よろしく。よろしく。まあ普通にやってもいいですからね、序盤は僕は。まあそうですね、うん、どこで、その2倍タイム入ってから、で3発って結構打たないと、うん、あ、これ打ってくれ、打ってくれ。はい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 。一発。一発打ってきましたね。ここは。おお、バトルヒーラー。バトルヒーラーやっぱもう確実に入れていきたいところではありますね。多分僕の予想だとバトルヒーラー対策にアイスイズとかトルネードとかを入れてきてると思うんですよね。ボーリー、ボーリー、やばい、ボーリーはちょっと予想しなかった。殴れないですからね。データちょっと待って、ノックバックで早くもやべえぞと。よいしょ。いやー、ヒーラーが結構きついかも。活躍してないですね。結構きついかもしれませんね。あら、今回の僕の作戦は相手ロケットを、やばい、早くもきつい、早くもきつい。よし、これ、あー、いいヒーラーですね。ありがとうございます。うわ、いい防衛、マジっすか。いいですね。まあ、でも、あ、お前回復すんな、回復する、やばい、回復しろ、回復しろ。いや、ギリの、あ、オッケー。あ、アイスイズが回復、あ、ベリーダーが回復してる。待って待って待って、マジ強い、マジ強い、タルババのせいで、マジ強い、マジ強い。ちょっと待って、ベビードラが、アイスイズが回復した。クソ野郎や、このバトルヒーラーちょっと待って、強いってこれ。よしよしよし。いや、でもなんすよね、永遠に回復しとる。でもっすね、そうなんですよ。あと2発先生打ったのに、ほら打ったとこなんで。この人性格悪いな。いや、悪くない悪くない、僕はちゃんと勝ちを見てるって言ってください。いや、でもボーリーがな、嫌だな、本当に。そういうケースね。回復しろ、回復しろ。まあ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 、これは一発ぐらいか、回復して、まあ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 、さあ、まあ、ドズニキ30子です、はい。でボーリー右に来るの分かってるんで、こっからの立ち回りですね。はいはいはい。百音からの、これボーリーがない時のこれかなりきついと思うんですよね。いや出た、ちょっと待って、これ結構嫌だ。ヒーラー頑張れ、ヒーラー頑張れ。ヒーラー回復するな、ヒーラーをつけ。いやー厳しいか、うまく守られた。まあまあまあ、いい勝負ではある。あ、ここはロケット一回そこは打っとくよと。これちょっとして落としちゃったらよくないですよね。いつでも落とせるんですけど3回打ちたいんです。確かに3回打たないとルール的には負けになりますからね。落としたいんですけど我慢と我慢。よいしょ、まあ、ヒーラーが来るか、いきますね、私は。いきますね。いやこれエリクサーポンプ、これエリクサーポンプ打って、いや、それちょっと厄介ですね。これは相手からするとロケット打ちたいタイミングだと思うので、はいはいはい、ここでね、ロケット打ってない。うわー、あれ、これ、ああ、ちょっと待って、いやー、ずるいずるい、このギリロケ、ギリロケずるい。あー、うめー、ギリロケ。いや、今ね、分かったっす、やりたいことが。
悔しい。今のはいい判断ですよね。今のはスーパープレイ。今のはスーパープレイですわ。いやーやられたマジで。よし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 。第2回戦ここしかないなと。いや今の感じで来るわけですね。初手で来て、分かった、初手で来て中で来て最後来る。マジで負けるか、嫌だな。もうこの企画嫌だわ。よしこれでいこう。これなら負けない。どうすればいいんだろうな。ロケット途中でやっぱあそこうまかったな。よし、いやちょっと待ってください。今の考えると、はい、ちょっと癖の強いデッキでいくっていうのは一つ癖の強いデッキ。確かにスケラは結構嫌でしたね。守り重視だったんで。はい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 。さあ初手、さあ初手ロケをしてくるかってことですよね。そうですね。おもう抱くね。同じですね。あ同じ。いやとはいえ3回打てばいいですかね。3回ロケット打たないといけないんで。芝にね。芝に。おお、はいはい、一旦守るか。一旦そうですね。一旦守りからの、もう一本落としちゃうっていう手も。はい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 。一本落としちゃいそう。一本落としちゃうことあります。いやこれはね、結構きついはずなんですよね。おー、うわー、いい簡単。いい、このライドラ君が。やばいな、これ。いや、でもボンバーが意外と。お、ボンバー、ボンバー。いや、落とすな。落としたらダメ。ちょっと待って。ボンバー、ボンバー、ボンバー。落とすな、お前。あ、ちょっと。あ、落ちた。なんで落としてんだよ。これは落ちて。あ、エムが。いやー、よしよしよし、タクネ残った。熱い。お、いちいちに、いちいち効果になりそうですね。ほうほうほう。果たしていちいちで済むのかっていう話はありますが。まあ、まあいちいちでしたね。しばらくまずゼロっすよね。はい。これ勝ったんじゃない、もう。いや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 。だってここまでしばらく打ててないっていう時点で、私のもう。トリプルエリクサーあるんでね、もう。確かに。バンバンバン。トリプルエリクサー狙い。トリプルエリクサーを見据えている男。そこまではね。なるほどね。楽に行きたいですね。うわ。それでもラットパイ戦からすると、はい、考えることが多めですね。いろいろ考えながら。打たないといけないですからね。3回です、ね。3周だってもうだいぶっすよ。バーン。あ、一発目来て。お、いっぱいいると貯めますね、先輩。これね、でもロケット打ったんでここ行きますわ。まあ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 普通な感じですね。さあこれで、ああそしてやってますね。これははい、さあヒーラー対ヒーラー、悪くない。さあこれはどうだ。いけいけいけ、回復マッサージ。オッケー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 。さあプッチョ頑張れ、プッチョ頑張れ、まあまあ、よし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 、焦るな、よし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 からの、からの、はいはいはい、やばい、これはちょっとやばい、待てよ、だいぶやばいよ、ちょっとじゃなくて、ちょっとやばいっす、じゃんじゃんじゃん、ロケットをここはそっちに打ってくる、一発しか打ってないですよ先生、ただあそっか先生的にはここは落としちゃい、落とさないと、落とさないときついのか、やったの、よしよし、あーきついか、一回落とした、オッケーオッケー、からのトリプルエクス、あと1分耐えれば、1分耐えれば、耐えれるかな。今一発しか打ってないですよね。はい、一発っすね。一発っすよね。全然全然。全然なの。十分です。十分なのか。はい。よしよしよし。おじおじ。いやー。おじおじ。いやー、いい、ありがとうございます。いやー。やって。よしよし。しばろきあと2回ですね、僕は。しばろきあと2回いる。いや、これはさすがにこっからはきついだろ、しばろきは。あ、今カード回しちょっと下手だった。はい、2回。2回打つ。はいはいはい。よしよしよし。いや、僕結構勝ちプランも見えてる。勝ちプラン見えてる。はい。そんなことある。今2回打つもん。2回打ちましたね。ラスト1回しばらくすればいいんですよね。そういうことです。あ、それはね、うまいんですよ。うまいっすか。で、ロケットでまとめたいと思うんで、相手。おお。これ逆サイにも寄せつつ、はい、ダメージが入る、ロケット打つ、そうすると左が、いや、これはこれはうまいんじゃないか、ドズニキパイセン、ドズニキパイセン勝利ありがとうございます。よし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 、まあ、今のはもう、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、今のはもうラッパイさんがやりたいことの、うん、あの裏をかきましたから、そうです、今のは素晴らしいですね。ロケット3発
打たれて勝ってめっちゃ喜んでしまった。いやー、続きましてこれだな、これな、お願いします。無事っすね。無事っすか。ロケットっていうのがポイントだな。いや、これやめとこ。いや、いい勝負、いいハンデだな今日。過去一いい勝負してますね。めちゃめちゃいい勝負してる気がします。ここはロケット、いやどうだろうな。僕もすごい、これでいこう、これでいこう、これでいこう。結局お願いします。さあ、よし、これでいこう。お願いします。いや、さっきはね、でもうまかった、調整がうまかったですね。11に持ち込んで22に持ち込んでギリギリの。ありがとうございます。いや、悩むなぁ。いや、来ました。まあまあ、このしばろけだからこその、こうしばろけだからこそ、よし、いきます。お願いします。いや、勝ちますよ。よろしくお願いします。お願いします。所定ロケ警戒なんですよね。あ、しまった、ヒーラーが出ちゃった。8枚から8枚ヒーラー、これが新しい戦術です。ロケット防衛しようかな。ロケット防衛、え、おいや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 、なるほどね、はいはいはい。とこれむずいんすか、トルネードは。いや、多分早かったんですよ。早かった。もうちょっと一本上げますね。はいはいはい、まあまあまあ、ここまではね、ここまでは、ここまではね、上げます。サスケラに対しては呪文がロケットって分かってるのがね、結構アド率高いですね。まあ、ロケットだけともね、限らない。ロケットだけとも限らない。そんなことが。おぉ、それは。攻め攻めで。苦しいです。攻め攻めでいって、まあ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 。ただ、ノーロケットですから。いやいや、勝てそうだな。嘘でしょ。嘘でしょ。よしよし。今一発。ガットパイセンからすると、ロケット3発撃つ前にこう落としちゃってもダメですからね。あ、一発目、はいはい、一発落とさないように、落とさないように攻めつつ守りつつ、攻めつつ守りつつロケット撃つ。これは結構高等テクニックが必要とされる。お、よいしょ。それやったんじゃないですか。これやりました。ロケット後だからもういっちゃえって思ったんですか。あ、そういうケース、やってますかね。いやー、このねー、あれが強い。ベビードラ、いや、いいよ。ゴレ回復するのはちょっと違くね。よし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 。あー、もう1。やばい。危ない。うわー。これキング守りたいっすね。一発今撃たれてて。いやー、きついな。いや、このバルキいらなかったな。いらない。まあ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 。おいしいおいしいと。バーン。バーン撃ちますね。2発。2発目。からなゴレが来そうな香りが、これはもうゴレ行きますよ、もちろん。行くんですけど、ボムタワーがね、結局ね、そこに来るんですよね。このボムティー強いですからね。ボムティー強い。ヒーラーがだいぶ後ろから、うおー、出た、フリーズ。よしよしよし。フリーズはこれもうバトルヒーラー対策。え、2発撃ちましたよね。今2発です。やばい、負ける。あれ、いや、まだいける、まだいける。3発ですね。3発目出た。あ、これ今ハンデないですよ、もうハンデない、ハンデない。いや、ここがラストハンデ。ここがラストハンデよ。よしよしよし。これで、いや、このアイスイズとベビードラがもう無限にきつい、マジで。いや、ですよね。トルネフリーズもあるし。いやー、もうあかん、この人ほんと。あー、やばい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 。あれ。あれ、いや、まだでも僕が勝つ可能性は全然十二分にあるじゃないですか。いや、ないないない、まさかの、ないっすね、まさかの、なかった。お前ダクネに行くな、バカ。よし、あ、アイスイズ残って、やばい。よしよし、オッケー、押し切れた。よしよし、一回、一回ね、一回落ち着いて休憩。いやー、ここ攻めたいな。さあ、守りが硬すぎて相手の。いや、もうね、ドズルさんの傾向がですよ、出てます。傾向掴まれてます。まあ、どうせならサンクラ取りたいみたいなのがあるですよ。出た出た。あれ、
先輩グッドゲームじゃないですか。いやまだ大丈夫。ああフリーズが、フリーズが強い。いけ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 。いやー今のトレネードいなかった。あとこっからあれですよ。エリクサー3倍ですので。出た出たロケット。エリクサー3倍ですので。ワンちゃん。ここで回して。よし。フリーズが。いけいけ。あーロケット回るか。やめて。よし。くーマジかー強い。あのうめえなやっぱ。いやフリーズ採用聞きましたね。いやフリーズ採用とあとベビードラアイスイズボムタワートルネード。これもうね完全にね僕の使うデッキがねバレてるんですよ。いやー。いやこれは気持ちいいマジで。よしマジかー。あるかそんなこと。え三回でも少なかったかー。いや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 。悔しいマジで。いやーでも今日いいハンデでしたね。あちょうどよかったですね。これは18コストでちょうどいいの悔しいなマジで。はいというわけで、はい、いやちょっとめっちゃ面白いですね。ちなみにこの前、はい、僕ライクパイセンにシバライトニング3発、はい、余裕勝ちしましたから。、まあ、シバライトニングって言ったら一緒ですもんね。え言ったらまあロケもライトも一緒、一緒は一緒です。なんで負けたんだろう。いや多分ねこのロケットでハンデをもらった時にうまく処理されちゃったんですよね。そうっす、いっぱいやっぱ来るんで、そのロケで逆に返しを。いやあれがうまかった。はい、ありがとうございます。というわけで、本日ねコラボさせていただいたドズルさんのチャンネルリンクが、ね、貼ってきますので、皆さんねあのコラボ動画ねあのたくさん撮ったたくさん撮りました。そっちもね上がると思いますので、ぜひぜひ見てみてください。お願いします。チャンネル登録の方もお願いします。ということでありがとうございました。お疲れ様でした。バイ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 。